平野紫仕様表紙のエルジャポン発売前からバカ売れ、前代未聞の抽選販売に恐るべし、ジャニーズ事務所を退場したばかりの平野仕様が、待望のメディア露出で話題を席巻しています。11月号特別版のエルジャポン表紙を飾る平野の存在が明らかにされた途端、その圧倒的な人気が垣間見えました。 今回の記事では、平野仕様のルジャポンの発売前から巻き起こった騒動について詳しく探求し、なぜ彼の表紙がこれほどの注目を浴びるのかを検証します。平野仕様のルジャポン特別版発売。平野仕様がルジャポン11月号特別版の表紙に登場することが発表され、それが9月28日に発売される予定です。 彼にとってはジャニーズ事務所を退所してから初のメディア露出となり、それだけでなく特集記事にはルイ・ヴィトンのファッションポートレートと独占インタビューが9ページにわたり掲載されます。平ヤはジャニーズ事務所を退所後、自身のインスタグラムでライブ配信やファンからの質問に回答するなど、精力的な活動を行っていました。 しかし、メディア露出が限られていたため、ファンは平野の本格的な活動再開を待ち望んでいました。そのため、エルジャポン表紙の発表は、ファンにとって朗報であり、ネット上では興奮が広がりました。エルジャポンの人気。なぜ平野仕様のエルジャポンがこれほどの話題となっているのでしょうか。それを理解するためには、 彼の過去の雑誌表紙での成功を振り返る必要があります。実際、平野が表紙を飾る雑誌はよく売れるというのは出版業界内で広く知られた事実です。さらに平野は2022年にカバーガール大賞のメンズ部門で3年連続首位を獲得し、殿堂入りするなど、その人気は非常に高いものです。 この成功の要因について出版社関係者はキンプリよりむしろ平野単体の表紙の方が売り上げ好調と語っています。平野のファッションセンスや魅力が雑誌の売り上げに大きく貢献していることが伺えます。前代未聞の抽選販売、L ジャポン11月号特別版の発売前から驚くべき騒動が起こっています。 情報が解禁された19日には予約殺到により出版社の公式サイトが一時的にサーバーダウンし各 EC サイトでも完売となりました。さらに20日には早くも重版が決定するなどその売れ行きは前代未聞のものでした。そんな中一部の書店がたくさんのお客様のご来店が予想される。 ことから、前代未聞の事前抽選による販売を発表しました。この発表に、ファンたちは衝撃を受けたようで、平野仕様、恐るべし、どえらいことになったね、企画外すぎる、というコメントが SNS へに多数投稿されました。事前抽選販売の詳細。事前抽選販売について詳しく見てみましょう。 例えば、梅田塚田屋書店では、28日午前9時から9時30分までが集合時間とされ、その後、抽選券が配布されます。そして、10時30分に当選者のみ一人一冊の L ジャポンを購入できるとのことです。同様に、木の国屋書店流山大高の森店でも事前抽選が行われ、当選予定数25名。 と告知されています。一方、各 EC サイトでは27日時点で予約受付が行われていますが、Amazon ではお届け日が10月7日から9日となっているため、すぐに同志を手に入れたいファンは書店に足を運ぶことを考えていることでしょう。初、倍当日には書店に多くのファンが殺到することが予想され、その様子は注目されています。 結論。平野紫耀のエルジャポン11月号特別版が発売前から大きな話題となっています。彼の表紙がこれほどの注目を浴びる背後には過去の成功や独自の魅力があることが伺えます。さらに前代未聞の抽選販売が行われるなど、彼の人気は今なお高まりつつあります。 ファンにとっては、ヒラの仕様の新たなメディア露出を楽しみに待ち遠しい時期と言えるでしょう。